6羽のコウノトリを飼育してます。右上の方にもね、4羽います。でここで飼育しているコウノトリは羽の先を少し切ってますので飛んでいることはありません。人間でいうと髪の毛や爪の先を切るようなものです。まだ伸びてきますので、1月か2月に1回ぐらい羽切るようにしてます。そういうふうに野生に戻さずに飼育をし続けるコウノトリです。またそれとは別の野生状態、自然のコウノトリもいます。この近辺にも、ね、何羽か住んでまして、特にこの左側の田んぼの中、電柱みたいなところが立ってまして、その上に、今飛んでるのはこれはアオサギです。あれはサギの仲間なので違う種類の鳥です。電柱みたいな塔の上、コウノトリが巣でしてね、であそこの持ち主のコウノトリは住んでるんですけど、今ちょっとね、餌を取りにどっか行ってるみたいです。またそのうち帰ってくるかもしれません。そういうふうに野生に戻さず飼育をし続けるコウノトリと、それから野生状態、自然のコウノトリと、ね、分かれています。今豊岡で飼育しているコウノトリは約100羽います。ここの他に飼育場が2カ所あります。それとは別の野生状態、自然のコウノトリは豊岡周辺50羽から60羽ほど住んでいます、ね。大きな鳥でして、翼を広げると2メートルから 2.2 メートルほどになります。人間が両手を中心より大きな鳥です。どういうところに行けば見つかるかと言いますと、今の時期でしたら田んぼですね。田んぼによくいます、この水辺でよく水生動物を捕まえて、食べてたりするんですけども、魚とかカエルとかを、ね、よく食べています。それから虫、野ネズミ、ヘビ、モグラも食べます。実際ここのコウノトリはモグラを捕まえて食べていたことがあります。モグラは普段土の中に潜ってますのでね、コウノトリが捕まえることはあまり機会は、する機会はあまり多くないと思うんですけど、そのモグラは多分本丸のコウノトリの前に出てきてしまったんだと思います。コウノトリに捕まって丸飲みされてしまいます。餌は丸飲みします。結構大きなものでも丸飲みします。これぐらい40センチぐらいのナマズとか1メートル近いヘビでも丸飲みしてます。あんな首が細いんですけどね、そんな大きなものがちゃんと喉を通るんです。草とか野菜とかで、この2羽はですね、つがいです、夫婦です。皆さん違い分かりますか？オスにするんですけど、違い分かるでしょうか？おそらく皆さん分からないと思います。私も分かりません。見た目ではオスにする分かりません。ただ、さっきそちらのキメラが言ってくれたみたいで、大きさ、オスの方が若干大きくなることが多いです。でもその大きさでは正確には分からないです。で、性別を調べるときは羽や血液を採取して DNA 分析でしています。そこまでしないと正確には分かりません。それから全然鳴き声が出てこないんですけども、コウノトリが鳴き声を出すのは子供の時だけです。シュッて声で鳴きます。でもその声は生まれて1年ほどで出なくなります。ここのコウノトリ、28歳と24歳です。もう声は出ません。自分はですね、飼育していれば3、40年いきますのでね、そこそこ全然ですね。で、声が出なくなったとどうやって、コミュニケーションを取るかというと、くちばしを、くちばしをこうやって叩き合わせて、ね、音を立てます。クラッタリングと呼んでるんですけど、カスタネットみたいなカタカタカタって音を立てます。結構大きな音が出ます。1キロ以上離れてても聞こえてきます。そういう方法でコミュニケーションを取ってほしい、コミュニケーションを取っています。鶴によく似てるんですけど、鶴の仲間ではありません。分類上はコウノトリもコウノトリ科というグループに分類されます。他の種類、どういう鳥に近いかといいますと、強いて言えばサギとかペリカンとかの方に近い、種類になります。ただ見た目は、ね、鶴そっくりですので、昔日本では鶴とコウノトリ混同されてました。この豊岡でも昭和の中頃までコウノトリを鶴と呼んでいます。飛ぶ時走ってから、鶴は走ってから飛びます。で、木の上走る場所はありませんので、鶴は木の上は止まりません。ただコウノトリは昔松の大木の上によく巣を作ってました。松によく止まる鳥です。鶴とコウノトリ、混同されていたということからも、松の木に乗っている鶴の方は、症状の鶴は本当はコウノトリがモデルではないかという説があります。鶴もおめでたい鳥ですのでね、それと混同されてたコウノトリ、おめでたい鳥とされていました。飛んできたら何かいいことがあるんじゃないかと、そういう鳥です。今ちょっと水の中に差し込んでますね。もう何か
べるものないかなって探してるんですけども、まあ、よく聞いてる、餌を食べ方するとき、サギがいますけど、サギも、ね、魚とか変えて食べますけど、大体サギはこう目で狙ってこう捕まえます。もちろんこの鳥も目で捕まえることあるんですけども、こう見えない泥の中とか、こうやってくちばしでかき混ぜまして、くちばしに何か触れたらそれをパッと捕まえます。まあ、人間でいうとこう手探りで物を捕まえるような、そういう食べ方をすることもあります。もともとは渡り鳥です。白鳥とかカモみたいな感じで、冬になると飛んでくる鳥でした。日本だけにいる種類って思われがちですけど、大陸の方にも、ね、同じ種類住んでます。夏の間は極東ロシアにいます。日本海の向こう側のあたりですね。極東ロシアは湿地帯がたくさんありますので、魚が豊富です。でも冬になると凍ってしまいます。魚が取れません。それで、この人たちは、日本列島や朝鮮半島、中国南部に渡りをします。渡り鳥なんですけど、冬飛んでいったところに餌がたくさんあれば、渡りをやめてそこに住み着くことがあります。昔、日本にいたコウノトリもほとんど住み着いてました。日本は餌が、魚やカエルが豊富でした。でそうなったのは自然にそうなったんじゃなくて、人間があることをしたので魚やカエルが増えると考えられます。今とは逆ですね。今は人間の活動で魚やカエルどんどん減ってるんですけど、昔は逆に増えました。で昔人間何をしたかというと、こういうふうに田んぼを作ったことです。まあ、田んぼっていうのは私たちがお米を作るために田んぼを作ってるんですけども、言ってみれば浅い湿地ですね。で浅い湿地というのは自然状態ではあまりできません。でまた、こういう浅い湿地というのは、魚やカエルにとってはちょうどいい繁殖場所になります。で人間がどんどん田んぼを作っていたので、魚やカエルが増えて、コウノトリは日本に住み着いたと考えられています。江戸時代には日本中にいました。江戸の街中、今の東京の街中にもいたようです。浅草のお寺の屋根の上にコウノトリが巣を作っていたという記録が江戸時代の書物に残っています。日本中にいたんですけど、明治に入ると乱獲されて、たくさん鉄砲で撃たれて取られてしまいました。この当時はコウノトリ以外にも結構いろんな大型の動物が鉄砲で撃たれてしまいました。それから昭和30年代には農薬の使用が始まります。昔の農薬は水銀が入ってますので、その影響で次々とコウノトリ死んでしまいました。豊岡に最後まで生き残ってました。保護活動が始まるんですけど、残念ながら一度日本では野生のコウノトリいなくなってしまいます。今から50年ほど前のことです。その後は飼育しているコウノトリを増やして自然に戻そうということが続けられてきました。ただコウノトリだけを増やして飛ばそうというのではなくて、コウノトリを住めるような豊かな自然環境を取り戻そうというのが大きな目的の一つです。コウノトリだけではなくて、田んぼでも農薬を使わない方法が研究されたり、川の工事でも川の両側に湿地を作って魚が繁殖できるような環境を取り戻す、そういう取り組みも続けられています。2005年に初めてコウノトリを野生に戻しました。今ではそれが野外で繁殖をしてだんだんと増えてきます。今日本の空を250羽のコウノトリが自由に飛び回って暮らしています。皆さんの空の地域に飛んできたことあったでしょうか。飛んできたよって方いらっしゃいますか。何人かいらっしゃいますか。ありがとうございます。まだという方もこれから飛んでいく可能性十分にあります。結構いろんなところに飛んできます。ほとんど足輪をつけてますので、足輪の写った写真を送っていただいたりして追跡をしてます。でこちらにちょっとその追跡の地図を書いてます。5月15日現在、一番遠いところでは沖縄の宮古島に存在しています。でそれから、まあ、日本国内他の地域は関東地方より西側の各地ですね。であと韓国、中国に飛んでいっています。日本国内は全都道府県飛んでいきました。北海道飛んでいきました。それから、2、3年前でしたけど、中国の上海の近く、この辺ですね、浙江省というところに、ね、飛んでいってました。こうやっていろんなところに飛んでいきますので、これから皆さんのお住まいの地域にも飛んでいくかもしれません。でちょうど今、コウノトリの子育ての季節です。この豊岡周辺、自然のコウノトリの巣は20カ所近くありまして、もうそれぞれの巣でひなが帰って子育てしてます。オスメス共同で子育てをします。卵を産むのは年に1回、3月頃です。卵から帰った時のヒナは大きさ、これぐらいです。人間の握り拳があります。でもこれが2ヶ月で翼を広げて2メートルに成長します。あっという間です。たくさん餌を食べます。生後1ヶ月経ったヒナは
1日1キロ餌を食べる、自分の体重の半分近くの量の餌を食べるわけです。その頃の人は大体2キロか3キロぐらいですので、もう半分、体重の半分の餌ですね。それだけ魚やカエルがたくさん住んでないと、コウノトリも生きていくことはできません。環境を取り戻すことは課題となっています。そういう豊かな自然環境は、コウノトリだけではなく、私たち同じ生き物である人間にとっても暮らしやすい環境です。このコウノトリ文化館は、コウノトリや豊岡の自然に関する展示などをしております。またこの周辺は散策道もあります。そちらもどうぞご覧ください。ではこれで説明の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。